はい、どうもこんにちは、笠原です。坂井です。今日はワンちゃんの目やにの正しい取り方というテーマでお話ししていきたいと思います。涙やけってね、結構悩み多いと思うんですけど、目やにもね意外と多いなと思うんですよ。人間だとねすぐ取れると思うんですけど、結構がっつりついてたりするじゃないですか、ワンちゃんの場合って、うん、毛があの目元にもびっしり生えてるから、うんうん、それにガチッとくっついちゃうと、うんうん、やっぱりなかなか取れないよね、うんうん、でね、取り方はちょっとよくわかんないけど、こうティッシュで拭いたりとか濡らして取るとか、中には爪でこうキュッて取るっていうつわものもいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、結構ねなんとなくでされてる方多いのかなと思って、で結構ねトリマーさんがそこを注意喚起でお客様にお伝えしたりするところも多いというか、注意点が結構あるので、うんうん、今回はまあこういうテーマでねお話をしていきたいと思います。はい、まずねこう注意点として一番注意してほしいのが、この無理やり取ろうとするっていうところ、やっぱりすごく注意してほしいですよね。そうだね、あのさっき僕が少し言ったんだけど、うんまあ、簡単だから爪とかでペッて引っ張って取ろうとすると、うん、毛ごと取れちゃったりするんですよ。それで皮膚の炎症になってしまったりとか、ちょっとワンちゃんやっぱ痛い思いをしてしまうこともあって、嫌がってしまうことにつながったりするんだよね、なのでそれは絶対避けてもらった方がいいですね。で目元の皮膚ってやっぱりすごくこう薄いというか柔らかいし、でまぶたもあるので結構デリケートですよね。デリケートだね、あの本当にあの真っ赤になっちゃう子も少なくはないと思います。であの目元を触るのを嫌がるようになってしまうと、その他の、まあ、お手入れブラッシングとか、あのいろんなものことがあると思うんですけど、そういうところまで嫌がるようになってしまって、今後の飼い主様との生活自体もああちょっと大変だなっていう風になってしまったりするので、今日のね目やにの取り方っていうのはものすごく簡単なので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。はい、じゃあまず使うものは何を使うんですか。まあね、物って言ってもそんな大したものないんですけど、お湯、あとティッシュ、この2つ、であとね、あるといいものとして、まあ、ティッシュってさっき言ってるんですけど、ティッシュはちょっと刺激が強いと言われておりますので、コットン、あのいやもっと柔らかいものですね、脱脂綿とかでもいいかもしれないです、あとはね、目のすごく細かい、一般的には飲み取りコームって言われるものだったり、顔ケアコームっていうんですか、そういうものもあるとすごく便利です、はい、で実際の方法なんですけど、ステップ2まであるんですけど、ステップまず1が、これがもう一番重要と言っても過言ではないですが、目やにをふやかすということですよね、コットンに、あのお湯を含ませて、ちょっと目元がそのお湯でこう垂れてくるくらいまでしっかりと濡らしてあげる、それを時間をかけてすることでしっかりとふやかしていただくということが一番重要になります。あのもしあればなんだけど、ペットクールのボディケアとか、アイゾンローション、あのあたりも使えそうだよね、少量だったらね、あのお湯で十分だと思うんですけれども、汚れが結構ひどい場合とかボディケア使えますし、アイゾンローションなんかは除菌ができるんで、そのあたりのケアもしやすいですよね、はい、で次にステップ2ですが、目やにをふやかしたらまぶたの上からこう優しくね覆いかぶすような形でティッシュとかコットンで、優しく目やにを取ってあげるっていうことですね。あのまぶたの上から、あの覆いかぶすようにっていうのは、その目の先っていうかここですね、ここにその指を持ってくる、コットンを持ってくるとやっぱり怖がる子が多いんですよ。ですので、まあまぶたの上からもう覆いかぶさるような感じでゴソッと持ってってもらうっていうのがあのいい方法かなと。しかもこう指先をこう当てるとティッシュとか眼球に当たりそうな感じはしますよね。多分ね当たると思う、当たっちゃうと思うんで、それも含めてやっぱり、あのゴソッといってもらった方がいいですね。目やにの量がすごく多い子なんかだと、さっき前述で出ていたコーム、あれを使ってもらうとまたこれもごっそりいけますんで、あのただねこれは目を覆って上からっていうわけにはいかないんで、慎重にあの目のこの先からスッとコームを通していただけるのがいいですね。ただあのコームって言ってもね、一般的に売られてるコームだと目が結構粗いんで、あの最初に冒頭で言った飲み取りコームっていうものが売ってたり、あとうちでは顔ケアコームっていうのも販売してるんですけど、そういう目がかなり細かいものじゃないと目やにが綺麗に取れない。そうね、取れないね、普通のコームではなくてそういうちょっと特殊なコームを使うのがいいと思います。はい、ということで今日は愛犬の目やにの取り方というテーマでお話をさせていただきました。大事なこととしてやっぱり無理やり取らないっていうところが大きいですね。あとは忘れてはいけないのが、ワンちゃんを怖がらせないこと、
目やぎを取る際にはしっかりおやつやおもちゃで気をそらしてあげたり、目やぎ取りの後はしっかりご褒美をあげて、目やぎ取りが怖くない楽しいものだという認識をさせていただけるとよりいいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。